県議会11月定例会がきょう開会し物価高騰対策などを盛り込んだ総額401億3700万円余りの一般会計補正予算案が提出しました感染症の影響に加え急激な円安やウクライナ情勢等による物価高騰は県民生活や事業活動に大きな影を落としております今回の補正予算案にさまざまな支援策を盛り込みました 迅速かつ臨機応応変な対応に努め県内経済の下支えに万全を期してままいります県議会本会議の冒頭、村井知事はこのように話し灯油代など光熱費補助や交通事業者への事業継続の支援など物価高騰対策を盛り込んだ総額401億3700万円の一般会計補正予算案の狙いを説明しました。なお グループ補助金の口利き事件を巡り、あっせん利得処罰法違反の罪で起訴され、先月25日に保釈された新田和弘被告は、最大会派の自民党県民会議を離脱し、無所属になって初めて開かれたきょうの本会議を欠席しました。